こんばんは、日浦貴則です。今日は8月28日ツアーが終わって、放送するのやめようかなと思ったんですけど、いろいろネタがあるので、やろうと思います。ただ今僕の方のモニターが、今日はコンピューター2台つないでんですけど、メインのモニターが見えない。なぜだ、皆さん見えてますよね。俺、別のやつで今見えてるんですけども、更新したら直りました。エコーしてます。エコーは更新でそう直ります。で、俺自分のやつが見えないんですよね。これちょっと、これリロードするとなんか変わるんだっけな。ちょっとリロードしてみます。こっちをリロード。あ、簡単配信とかなっちゃったな。会話配信これで切れちゃうんだっけな。どうだっけな。放送開始しますかね。またあ、言ってますね。うまくね、言ってます。はい、皆さんの方大丈夫ですか。さて、今日は、まだ今日はやると思ってないでしょうしね、あまりご来場の数が少ないです。今日はね、ツアーの、日浦貴則ライブツアー2011のツアーのちょっと振り返って喋ってみようかなというのと、あとね、貴則屋で行ってましたけども、あれだ、冷蔵庫が壊れて窓から入れなきゃいけないくなって、ていうか普通の階段で入らない、出ない、古い冷蔵庫も出ないということで窓から入れなきゃいけないというので、大変な状況になって、まず電気屋さん行って洗濯機を、洗濯機じゃない、冷蔵庫を選んで注文すると同時に引っ越し屋さんに、この日冷蔵庫来るから、古いやつを出して、新しいやつを窓から、うちねリビングというかキッチンが2階なんですよ、日当たりがいいために。屋敷見てますか、ありがとう。それで、2階にあるからさ、あの階段を通っていくの無理なので、窓から、窓もね 90×160 ぐらいの広さなんだけど、そこに、今回はIUC、引っ越しセンターっていう、前もここの引っ越し頼んだんですけど、そこの、妊婦さん、5人来てねやっていただきました。それで今日はその動画もね撮ったので、それをもう見ていただこうと思うんですね。だからそれとね、あとね、僕ねツアー終わってね、ちょっとねこれ喉が安心しちゃったのかしんないで、ね、声がね出なくて、歌はちょっとまあ一曲ぐらいは歌えるかなっていう感じなんですけども、歌ってみようかなと思います。まずどっから行こうかな、ツアーのその前に動画から行こうかな。動画をね、ちょっと一応再生します。で、僕の声が、聞こえるかどうかっていうのをこっち側の方のパソコンの方で確認しながら解説っていうか説明を加えていこうかと思います。今日だ、お、そうか、自分の声これ遅れて聞こえるので、ね、やりにくやりにくいな。とにかく、サブの方に今冷蔵庫を、窓、あの入れる窓、すごい遅れて聞こえるやつと自分の声のやつってもうわけわからなくなってるおかしいわ。再生、動画 ID 指定したでしょさっき、貼り付け、これでいいと思うんだけど、はい、さて、はい、出ました。あ、両方聞こえてるね今ね、この冷蔵庫を、じゃあこれを画面を入れ替え、窓から、あ、入れ替えました。これが日立、これが新しい冷蔵庫なんですよ。で、今のこれをここの、まあ、ちっちゃい通路を通って
左のここの窓からです。わかります？点々ハテナマークの人いらっしゃいますけど、でも来ました。 IUC の引っ越しの方たち5人。でまずメインが静止画じゃない、いや リロードしてみて、こっちもできてる、はい、でただ IUC の人たちが今古い冷蔵庫を下ろしてますね。窓からまず下ろすんです。5人来てます。下でいいんじゃない、あそこさせるの抜けるから。今ねトイプードルプップの声聞こえましたけど、プップはね邪魔にしちゃうから今扉の向こうに閉じ込められております。はい、今降ります。 IUC の若者、えらいこった、えらいこったです。これ2階の窓です。降ります。下で支えております。よいしょ、よいしょ。これ急いで下に回ってます。下来ました。はい、下こんな感じ。はい、白井ですよ。これね、古い冷蔵庫を窓から出してます。ちょっと待ってください。次に新しい冷蔵庫を窓から出してます。いいですか。はい、これも音声大丈夫ってこと分かったから、ちょっと行っておきますね。はい、はい、ちょっとじゃあこっちも置いて、ね、これ僕も置いて、いい、これで古い冷蔵庫が見事に出た。はい、社長、この冷蔵庫20年使ってました。じゃあゆっくり下ろせるか、ゆっくり、はい、あ、ベッドね、いや、行って行って、行っちゃって、この間、うちも行っちゃって、行っちゃって、あ、イケア、イケアで買った。誰誰、あのソファー。ひもひもひも。ひもひもひも。大変です。降りました。降りましたね。これで。どうも。で、これから新しい冷蔵庫を窓から入れるんですけど、梱包のまま入れるか、梱包外すかでね。でも梱包のまま行こうということで。あ。途中から入られたから、これうちの冷蔵庫壊れて、いや今日です、本日です、今日の昼間、さっきです、壊れて、階段上がらないので窓から入れてもらうっていうことです。はい、今ね縛ってこれをさっきの窓から入れるんですけど、でもこの冷蔵庫ね180あるんです、横の長さ、高さが、窓は160だから斜めに入れなきゃいけないんだけど、日立の冷蔵庫優秀、50年使います。どうですか。はーい、下がります、上がります。梱包込みで70キロ。さあここが持ち上がるか、どうしよう、持ち上がり、頑張れ、頑張って、あ、上がりました、上がりました。何の、はい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 、あ、行きますね。狭いからね、東京の住宅事情、隣のお家にも話して、これ路線右ですか、いや、路線入んないで、この前行って、はい、上がります。はい、窓上がってきました。笑えないけどさ、さあ上がりました、下がります、ちょっと止まりましたね、70キロが上がってきます。どう入れようか、体勢を整えております。 IUC 引越センターの皆さん頑張っております。上草です。とっても感じのいい引越し屋さんです。さあ、さあさあ、下で一人支えて、あとみんな上がっております。プーちゃんもワンワン行っております。さあ上がる、上がる、さあ上がる、窓に、段取り悪い、そう言うなよ、あった、おい、止まれた、よし、急いで僕も
2階へドーッと行きました。2階を駆け上がると、さあ入ってきました。ついに新しい冷蔵庫が入りました。というわけで無事ね、新しい冷蔵庫が入ってきたということです。これってネケさんも作ってくれるんですか？この前でいいんですか？あ、もうこの前、ま、これで大丈夫、この前で、はい、大丈夫です、はい、じゃあもう取っちゃう、これを倒します。これの方が近しあ、うん、こっちじゃあ最初倒して、はい、はい、待って待って、ね、はいはいはい、倒します。冷蔵庫基板のところに OK です。はい、ありがとうございます。あとはキャスターついてるの、後ろがついてる、はい、ありがとうございます。あ、安く喜んで、ありがとうございました。ね、冷蔵庫はさ、というわけで、まあ、画像停止しますが、カメラ画像に切り替えということで、サロバド消去、はい、ございました。いかがだったでしょうか。我が家の冷蔵庫の、入れ替えですね。まあ、本当に階段が狭かったりするとね、大変なんですけども、まあ広くてね、広ければいいんだけど、そういう場合はこうやって引っ越し屋さんと電気屋さんとの連携が必要になってくる。うちの場合は古い冷蔵庫、さっきまた最初に配達してもらって、夕方さっきリサイクルとして持って行ってもらうっていうね。だから電気屋さんも2回来てもらって、で引っ越しセンターの妊婦さん5人がこう作業したっていう、それでやっと入りまして、で歌うの、うん、今日はあんまり歌わない、喉がねダメなんです。それでね、冷蔵庫、この間高鍋も言いましたけど、自動製氷機がついて、そうなんです、氷なんです。氷を試そうと思ったんだけど、あれね150分かかるんだって。なのでまだ氷はできておりません。でもものすごく入るね、いっぱいだから、そうというわけで、氷はまあ作ると、氷の大きさが変えられるっていうことで、さっきコンビニに行って、とりあえずビールとコーラとか、買ってきまして入れてみました。綺麗に、いや嬉しいですね、なんかすごい嬉しいです。というわけで、日比田家の冷蔵庫入れ替えの一部始終ご覧いただきまして、どうもすいません。というわけでね、こっからは、ライブコンサートツアーをちょっと振り返っていこうと思います。今度飲みながら雑談しましょう。そうだね、いろいろ皆さんも、今あいつの間にか氷作ってくれて嬉しいんだよね。そうかそうか、氷自動製氷機が家にあるか、冷蔵庫についた自動製氷機がついた冷蔵庫が家にあるかって、この間バンドのメンバーで言ってたら、8人のうちに2人はついてましたね。僕が3人目だったから、まあ4分の1とか、1回目の氷はホコリが入ってます、捨ててください。マジですか、いろいろ情報入ってきますね。なるほど、まだ4人にしては 25% ぐらいしかまだ自動製氷機がないんじゃないかっていう話なんですけども、皆さんのうちは自動製氷機ついておりますかね。それから冷蔵庫、うちの20年前のやつでしたけど、20年前の冷蔵庫、あのくらいのタイプだと1年間の電気代が2万円ちょっとらしいんですよね。で今この間買った、今新しく入った冷蔵庫が年間7400円ぐらいだったの。だからまあ1万2500円ぐらいが毎年得になっていくわけですね。で20年経っていくと、まあ20数万円が電気代として得になってるって言って、冷蔵庫2台ぐらい買えるぐらいよね、得になるということで、まあ10年以上経った冷蔵庫は、まあ早く買い替えた方がエコロジーであり電気のね節約になるから、ますます原発を、脱原発の方に向かうんじゃないかと。でまたそんなこと言ってるんですか。というわけで、もう15分切ってしまいましたね。振り返ってみましょう。日浦貴之ライブツアー2011、今年は、ファイナルを東京にしたので、いきなりローカルから始まって、まあ結果的にすっごくやっぱり26日おとついのライブはですね、自分たちもそうなんだけど、いろいろ試してきて、曲とかも構成とかもどんどん良くなってくるし、それで26日は、
ユーストリームも、ね、まあ、見てくれてた人もたくさんいたみたいだしね、あのやっぱり気持ち盛り上がって、あのユーストリームで今映像ありますけども、ぜひ見てください。僕昨日見たんですけど、中中盤ぐらいから見たんですけど、相当いいじゃんこれって思います。相当あのいいステージだったなと思いますね。それであのまず最初、8月10日京都に行きました。でね、盛り上がった、はい、ね、終わったら見てください、とってもいいです。それで、ね、京都今回のツアーはねトラブルがなかったんですよ。あの一昨年はちょうどこんな声になったんですよね。うぃーって、あのもう喉が、それは高松で7本もやってしまったので、高松の後は全部喉が潰れてしまいました。こんな感じになってました。で去年は、最初が東京だったんですけど、東京盛り上がって最後ジャンプして降りたらぎっくり腰になった。それでぎっくり腰のまま京都に向かって、ツイッターでつぶやいたら、広瀬がね、京都の担当広瀬、それから屋敷ね、フレの屋敷が、鍼灸院を紹介してくれて、まず京都の鍼灸院行って、2時間ぐらい針と灸ですね、針と黙々と灸、を据えてもらって、それからテーピングやったんです。2時間。そうすると歩くのやっとだったのに、もう走れるぐらいになってしまってね、治ったという、そういうのがあって、今年はなんかトラブルあるのかと、結局はなかったので、まああったと、唯一、まあトラブルといえばですね、実は今回キーボードのしげちゃん、山本しげ彦を、神奈川なんですよ、彼はね。で、透明で、ちょっとこれ、あの、裏技なんですけども、いけないと思うんですけど、あの、JR の高速バスのバス停があるじゃないですか。川崎のインターの手前にですね、あるんですよ。で、そこで開くことになってたんですけど、東京、乗って、すぐ、いろんなこと始めてて、ツイッターでつぶやいてとかしてて、川崎のインターと、またミッシェルとね、運転してるミッシェルとうまく意思疎通ができてなくて、川崎インターの、あたりにあるとミッシェル思ったのよ。実は川崎インターの手前の方の、だから料金所かなの手前、まあ、ちょっと場所が違ってね。で、俺が気がついたら、あ、しげちゃん置いてしまったみたいなことになって、もう一回、その先の、先のインターで降りて、ずっと戻ってきて置いてきちゃった。戻って結局外で捕まえてもう一回乗るという非常にバカみたいなことやって、結局それで40分ぐらいロスしてしまいましたけどね。まあそれで京都に行って、まあ、京都にモダンタイムス行きまして、まあ時間的には問題なくて、で京都では、ゲストヤミがね来てもらいまして、なんとまだその用意した曲、どういう曲をどうカットしようかとか、もう傾向と対策全くできてなかったので、用意してたのがですね25曲かな、セットリスト見ますと、残ってるんですよ、こうセットリストがね、京都のセットリスト、ヤミーが途中2曲の、参加してもらってみたいな感じで25曲、ありまして、なんと3時間でもあっという間でした。これもイーストリームにあるので、もしよかったら見てくださいね。それから8月11日は呉に行くわけです。これが、チャリティーコンサート、プロデューサーとして、まあ、見てもらってみます。僕の呉ミスター高校ホークソンクラブ一つ下の部長、屋敷浩一がプロデューサーということで、特設のホームページも作ってもらったりとか、いろんな人に協力いただきまして、席数が350のところ、まあ、チケット500ぐらい売ってもらって、それの呉阪急ホテルのね、今すごい協力いただきまして、特設会場で音響はまたこれが僕の、高校時代のリオグループ、僕はコーラスとリードギターやってて、もう一人ボーカルがいた、彼は女の子にモテるのでこれでボーカルをやらしてるっていうリオグループやってた。で彼が今はあの広島でスタックストラストっていう PA 屋さんをやってましてですね、彼はセットストックのチーフコーディネーターみたいなこともやりながら、あのものすごく、腕も上げてるし機材も揃ってるし、本当今回4箇所村上やってもらったんだけど、音がすごい良くて、まあすごい良かったですね。おまけに、照明がフルステージの森山さん、これがですね、森山さんはもう社長さんなんでほとんど現場に出ることはないっていうことなんですけど、まあ、村上もやるっていうことで、やっていただけたわけですね。だからクレと秋津ってやって、これもねクレのステージ僕は歌ってるから見えないんだけど、ユーストリームの映像見たら、なんじゃこの照明は、
ものすごいなって歌の世界と本当に歌ってる僕をものすごくよく見せていただいて、これもぜひ見ていただきたいですけど、本当に感謝ですね。これは本当に皆さんありがとうございました。それで三ツ矢産業、屋敷の会社三ツ矢産業に前立ちって言ってね、 IT 関連のことは全部引き受けて印刷とかやってる彼がいるんですけど、自作のモニター5つ、このくらいのモニター、自動車用のね、バックミラー、バックだからバックモニター用の液晶モニターを5つつなげたやつを、今度はまたリモコンで操作しながら1人で3台のカメラを操ってユーストリームやってるんですけど、相当ヤフーオークションでもね、昔のパナソニックの、ミキサーとかね、安く入れたりとかして、ね、僕なんかとっても面白い、よくわかるんですけど、面白いことやってましたね。というわけでクレは本当にそういう、ドルチェボーチェの2人もね、良かったしね、良かったです。それでクレは終わって、まあここはかなりプレッシャーがあったんですけど、うまく終えたので良かったです。それで森山さんの照明すごかったですね。それからクレを終わりまして、次は、高松に、四国に渡ります。で、高松は丸亀町レッツホールっていうちょっと綺麗なホールで、ゲストに、道って僕の今回のアルバム、道っていう詩を書いてもらった舞子ちゃんがねゲストで来てもらって、でここは高松祭りの花火大会もあったので、終わった後、いつもお世話になっている、高松の新谷歯科医院のしんちゃんのヨットで、メンバー、俺としんちゃん、まあ、しんちゃん、みやちゃん、それから、まあ、だからメンバー俺としげちゃんとミッシェル、それから、ま、村上正夫と、高市くん、ね、スタッフの人たちを乗っけてもらって、海に出まして、海から花火の上がってる真下に行って見るわけです、花火を。もうすごいまた贅沢なことで、すごい良かったです。ありがとうございました。それと、高松を無事終えて、今度は三原っていうのはまた広島なんですけども、三原市でハルノンカフェって言ってきまして、このハルノンカフェはですね、実はちょっと去年もやったんですけど、近所の住人とトラブルがあったみたいで出ざるを得なくなってしまったみたい。まあ、その保証金としてまたその引っ越し料もらったので、本当に近所のところに、いい物件があって、春のカフェ引っ越しました。で、僕が行った日もまだ店作ってました。春野さんと、松山博士がですね、まだこういろいろとねやってましたね。やってる途中で、まあここも手作りな感じでですね、もうほとんど僕もここはもうふるさとなので、同窓会みたいな感じで和気あいあいとやらせていただきまして、三原終わりました。で、次いよいよ九州に参ります。九州はですね、最初が佐賀なんです、佐賀市なんですけども、実は去年唐津の第一ホテルやってる、小松さんっていうね専務さんがいるんですけど、まあ僕より若いんですよ。実は彼は僕の最初の事務所、ザ・コンサートっていう事務所に作家として入ってたらしい。もう20何年前の話なんですけど、僕がもう辞めた後ですね。で、彼は作家として入ってて、そこの事務所に残ってた僕のデモテープを20曲くらいかな、聞いて、すごい、気に入ったみたいで、あれからずっとそのデモテープを聞いてたらしくて、で、去年、ライブに来ていただいた時に、ヒューラさん、バースデーって曲あるじゃないですか、あれすごい曲なんですけど入れないんですかって話があって、あの曲そういえば入れようと思ってたなっていうことで、今回バースデーを入れたということで、そういうことがあってですね、小松さんそのホテルやってるので1日移動日があるじゃないですかって、と15日移動日だったので、唐津来ませんかっていうことですね、唐津に行きまして、とってもいいロケーションのところで、で唐津佐賀、あの辺りは呼子のイカが有名で、イカがですね15日お盆だったのでいなかったんですけど、わざわざ1匹だけ日浦のイカを、取っていただきましてね、でイカを食べて時間がなくなってました。それで翌日は佐賀のジェイルズ行って、また広瀬さんがね本当にお世話になって、いろんなお客さんまた集めていただきまして、盛況のうちにジェイルズも、広瀬さんとのシングアウトもうまくいきまして、それから福岡に翌日行こう、シャングリラっていう名前を聞いた時に、僕は実は
ファングレラって拓郎さんのアルバムにあったなと思って、でもそんなことはないや、そういうことじゃなくてなんか別のとこからシャングリラって来てるのかなと思ってて行ってみたら拓郎さんのアルバムがドヤッと並んでいるまさに拓郎ファンの聖地だったっていうことで、まあマスターともういろんな話、篠島も行ってってね、篠島も行ってていろんな話をして盛り上がりました。で、ここも楽しかったんですけど、翌日は長崎、長崎は田園、田園っていうね、またこここじんまりとしたすごい不思議なお店なんですけども、ここでまた宮崎さんにお世話になりまして、楽しく盛り上がったと。それから最後っていうか九州最後、福岡小野城市熊尾ホール、熊尾さんの、ホールなんですけど、ライブハウスなんですけど、熊尾さんのところはですね酒屋さんやってまして、あとまあ大きな地主なので、割と音楽好きな熊尾純子さんがやってるライブハウスなんで、そんなに厳しくはないんです。結構楽しくできて、2階のライブハウスにある冷蔵庫、スタッフ出演者は冷蔵庫にあるビールとか焼酎とか勝手に開けて飲んでいいんですね。だからもう僕もいいんですかみたいな、もうずっと飲んでましたで帰りにですね、恐ろしいことにもう熊尾純子さんありがとうございます、久保田のすっごい良さそうな、あれ900ミリのですね日本酒、それから樽に入った陶器の樽に入った大分の焼酎、これをですねいただきまして本当にありがとうございます、というわけで本当に大野城市も盛り上がりました。そして広島に戻りまして、秋津のチャリティー、これが僕の中学校の同級生を中心に、チャリティーコンサートということでチケットを売ってきまして、クレに比べたら非常にちっちゃな町なんですけども、いやそれでも200人ぐらい集まっていただきまして、公民館、生涯学習センターというところですけどね、一回昔やったことあるんだけども、こんなに大きかったっけって、あの時ちっちゃかった気がしたけどえらい大きいなっていう立派なとこだなと思いましたけど、ここも音響は村上正夫と照明が森山さん、すごいいいのをまたこれ見ていただきましてね、いや本当に秋津の皆さん、その後同窓会もありがとうございました。また続けていきたいと思います。そして高野屋ですね、高野屋が一昨日ありまして、実はですね高野屋はおそらく今日で最後です、閉店になります。ここもいろいろと、やっぱりね不景気とかでいろいろねいろんなトラブルがあって、なのに、川崎さん、ブッキングマネージャーの川崎さんは日割りで家賃を払って僕のコンサート、それから今日と昨日のコンサートは、ぜひやんなきゃいけないということでやっていただきました。本当に、ありがとうございます。おかげさまで、ツアーの最後、いいコンサートをすることができました。またでも川崎さんは新しいライブハウスをなんとか作りますっていうことで言ってくれましたのでね、期待したいと思います。というわけで今日はねほとんど喋、ってましたが、まあ軽くワンコーラスぐらい、フラワーショップの店ですね、間に合うかしらね。こんな声です。鳥の端にあるフラワーショップ、僕の大好きな笑顔がそこにある。引き止められて軽いジョーク、そろそろ秋先に春が来ましたね。終わる。フラワーショップのミセスメイ、ありがとう。フラワーショップのミセスメイ、ありがとう。また来週。まだ流れてるんだね、まだ報酬中になってる。あ、ロスタイムこんなんの来週はちゃんと、あ、また、というわけで来週はまた